結局あれから掘り返しもなかった。メールまで無視されたら立ち直れないよ。ルッキズムは良くないとか言うけど、基本イケメンは美人を選ぶし、美人はイケメンを選ぶ。どういう人が好みなんですか？一緒にいて自然と笑顔になれる人がいいかな。あれは鍵屋さんがいたから楽しかったんだ。高坂さんは俺のことを何も知らない。誰かとどうこうしようってのがそもそも間違いだったんだ。どこかで会えることを期待してた。でも一度間違えたらもう元には戻らないんだ。